なるほど。ああ、そういえばね、はい、目がすごく疲れてたんですよ。ああ、ね、はい。スマホのやりすぎで。はいはいはい。さっき最初ね、ちょっと目がしみるって言ってましたしね。うん、なんか目の裏が痛くて、はいはいはい、最近。はいはいはい。調べてたら、痛い、痛いですね、それ。あの痛いですね。誰でも痛いもんですか？いや、まあここが凝ってるからですよね。そうなんだ。多分こういう風にあのちょっとしかめるっていうか、はい、目使うので、はい、こっちがこう寄ってしまったんじゃないですかね。はい、痛い。響きますよね。痛い。韓国にいるみたい。韓国でやられましたね。いや、そうかなと思って。痛い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 。痛い。痛い痛い。ちょっとね、やっぱりお顔、頭すごく凝ってるんで、痛い。それだってあれですよね。自分じゃ分かんないですよね。あ、まあそうですね。触って分かりづらい。肩とかだったら分かるじゃないですか。はいはいはい、この辺凝ってんなみたいな、はいはい、て顔が凝ってるとか分かんないですもんね。そうですね。自覚は鈍いですね。なかなか本当に麻痺とか起こってから、うん、あ、ま、この辺がピク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 ってするそうですね。ピクピクするっていうのもサインですね。うん、目の痙攣とか頬とか口元、はい、痛っ。痛いなぁ、痛いなぁ、ほい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 。すごい力入るんですね。なんか結構集中力が必要だったりとかありますかね。バイク？あ、そうか、バイクもそうですよね。多分、自覚してないですけど、すごく気を張ってたりだとか。ああ、そうですね。はい、力が入ってるんだと思います。最近は旦那と、はい、喧嘩したんでね、大きい。あ、そうですか。そのストレスもありますね。そうですね。なんか頭前回より硬いですもん。ああ、本当ですか。ああ、そのストレスだな。なかなかそうですよね。家一緒だといろいろ気になるところとか出てきますよね。
ですか、喧嘩になるとお互い ぶつかっちゃうって感じですか。そうですね、あんまりさ引き下がらないですね、お互い、お互い引き下がる、それは大きくなりますね。あざですよね。いやそうなんですよ。ぶつけたんですか。いや朝気づいて今朝。あれと思って。不思議ですよね。私ね一回ね、はい、宇宙人に触られてんだと思います。最近の話ですか。うん、だからここにはいますけど一回ちょっとなんか宇宙人にさらわれて実験されてんじゃないかなと思って。ですか。知らない間にあざができてるから。ああ。寝てる時とかってことですかね。それかめちゃくちゃひどい、寝相か、オラーみたいな、こうやってオラーって言いながら寝てるか。もう痛くて起きそうですよ ね。結構結構なあざですよね。覚えがないですよ。そんな、最近記憶なくすまで酔っ払ったことはない。でもなんか色味的にもうこの色って2、3日は経ってそうですよね。そうなんだ。じゃあたまたま今日気づいただけで、昨日もあったんだ。多分薄か、色が濃くなってきてる、広がってきてるから。あざって最初は薄青ぐらいな感じなんですよね。宇宙人ですか。宇宙人にさらわれてる。で何か実験されてるんですよ。その一環があざなんですね。怖いですね。よくありますから、知らないやつは。あ、そうなんですか。でもこれ多分大型特有なことなんですよね。私大型なんですけど。ああ、そうですか。何型ですか。A です。あ、じゃあ A 型の人はちゃんとしてるから大丈夫。あ、そうですか。しっかりして大型の人はまあいっかとかで大雑把だから、知らないやつができてるっていうのは。あとでも今思ったのは、はい、気が張ってる人って痛みに強いんですよ。私痛みに弱いから気張ってないですか。いや、だからそのあれですよ、気が緩んでる時は痛いんですよ、もちろん。だけど、はい、その集中してる時ってアドレナリンとか出てる、ちょっとぐらいはね。そう、はいはい、痛いっていうぐらいはね。そうあ、よくありますかもしれないです。そうだからその時は他のことに集中してて、打った痛みとかが気がつかなかったじゃないですか、弱いくて。で、後になってあれ痛いとか、あれここっていうことになるんじゃないですかね。あんま自分にあれがないんじゃないですか、関心が。あーかもしれない。なんか自分のこと好きで、あんま大事にね、そう大事にしてる人だったら、あれってことはあんまりないですよ。まあ、そうですよね。そうちょっとぐらい毛が生えてようが。わかります。そうなんか自分に関心あったら毎日よく気をつけて見てたり、覚えてるんですけど、二の次になりますしね。まあお子さんいるとね、それもそうですしね。でもそうですよ、危ないなんて子供のことでかばったりしてると、自分が痛かったことなんか忘れてますよ。わかんないですよ。
そうですね。